チャオ、あちゃんです。今日8月の、3日、あちゃんちの晩ご飯はケンタ、ケンタッキー買ってきました。これはね、何セットだか忘れた。6ピースぐらい入ってるやつの、6ピース入ってるのと、で、ポテトで、サイドメニュー2つっていうから、ポテト2つ。ポテトを2つ。ポテト2つと、コールスロー。と、買ってきたね。それと、ちょっとサラダ足らんかなと思って、100円のサラダ。買ってきたん、スーパーでね。それとで、晩ご飯食べたいと思います。それでね、ちょっと足らんから、フランスパン。一緒に食べます。では、いただきます。サラダも食べな。よいしょ。ティッシュ。よいしょ。で、あれ、ドレッシング持ってきてなかった、さっき。よいしょ。青じそドレッシングらしいわ。熱っ。ドレッシングをかけて。サラダも食べてね。イオンも食べてね。よいしょ。このサラダもいいよ、ケンタのサラダ。ここね、この中入れといて。いや、もう、掘る場所ないやろ。よいしょ。じゃあ、これ、どっかわからへん部位。いただきます。うん、安いね。久々にケンタ食べたくなってさ。コールスロー。これ何？ケンタの今ね、変な、こんな大きいね。うん。うん。あんちいかしらな。巻くのにも、一番うまいわ。美味しいな。巻くとは巻くとで美味しいよ。ポテトは巻くとが神や。あ、なんか、細いからなんかポテトは言わせえへん。あれ別も。別も？おやちゃんとポテトはですか？うん。確かにな、うん、いや、おいしい。熱い。時はね、うん、ちょっと用事で橿原まで行ってきて、せっかく行ったしね、マクドを買おうかケンタを買おうか迷ってるけど、ケンタが食べたくなってさ、違う。水筒の。水筒ね。うん。ビスケットにしようかなと思ってんけど、うん、サイドメニューにして、でビスケットの代わりにフランスパン買ってきてね。これはい、これちょっと出てなかった。今もそういうのなんかパサパサしてない。ん？今もそういうのパサパサ、うん、あれことあんねんけど、毒ペ。まだ冷えてない。今冷やしたのかな。明日ぐらいだったら飲めるわ。うん。ペットボトル。缶売ってなかったよ。
この中で。ん？コストコ行ってない。コストコ、コストコにあったかな。コストコにどこだったかも分からんな。コストコ行ってコストコへ。パン食べん？ブラッコリーパン食べる。フランスパン美味しいで。100円パンやのフランスパン200円。高級や。うん、100円パンやの200円。そのままかじりつく。なんで？何インスタ映えすんの？せえへんのかい。LINE のタイムライン投げといて。いや、あげる必要はない。うん、おいしい。おいしいんだ、おいしいね。おいしいんだ、なんかバーグ。うん、おいしいのね。おいしい。おいしいのかな。大きいポットかな。大きいポットどっかに、どこやったん？向こうやったん？あの、これのポット、大きいと、ピンクのポット。あ、そこ、あ、そこにあるわ。そこにいるわ。おいしいですよ、これ。あと、そこにどこか。あるやん、こう。まだ、今日の水筒。昨日のやつ。え？あ、昨日、あ、昨日かとか、今日いけへんな。サラダ食べや。パンうまい。ん？パンおいしいやろ。パンちょっとちぎって。パンちぎってよ。はい。うん。うん。こんだけ。硬い。豪快。ほんとに切らずにちぎって。豪快じゃねえ。フランスパンにかじりついとんね、2人で。豪快じゃん。それして食べたかった。それがニューニューって。うん。気持ちわからんでもないけどね。バナナ凍らせてトンカチ代わりにするくらい。バラ凍らして握りつぶすぐらい。知らんの？バラ握りつぶすコマーシャル。昭和の時にやっとってん。それがバナナであれん。釘打つコマーシャルや。サラダ食べや。ロケンダーサラダ美味しい。もう食べに一口って。食べちゃうぜ。リンゴ凍らせてさ。うん？リンゴ凍らせてちょっとリンゴサラダ。
もうしゃべってしゃおうか。しゃべってのがこうだからな。まだこれ座ってへんけど。800円だっけ。安でこうな。フランスパンにコールスロー。うん、あら、おいしい。合う合う。うん、お腹いっぱいになってきたぞ。あらっちゃんの分の検体1個残ってんのに。だから食べといてよ。うん、おいしい。よいしょ。ちょっと冷えん。ビューフォーせへんの？ビューフォーせへんの？うん、うん、おいしい。さっちゃんは検体1個で十分やわ。うん、サラダとかで。うのが美味しいわ。まず1個だけあんね。食べへんの？今。もういら？食べていいの？うんかよ。はぁ。満足。なんかちょっとケンタ食べたかったよ。ケンタって急に食べたくなるよね。モスバーガーも食べないけどな。なんとかってやつ。うん、難しいね。うん、うん、はい。ああ、なんかお腹いっぱいっていうか、フランスパンが重い。コールスローを乗せて。うん、フランスパンにこれ挟んで、ハムかなんか挟んだら美味しい頭になる。普通のパンでもいいけど。はい、ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯、ケンタッキーフライドチキンの、ハッピーセット。かな？わかれへん。なんかのセットでした。美味しかったです。ごちそうさま。ということで、お腹いっぱいになったしね、ちょっと休憩して甘いもんでも食べて、ね、ライブに見ましょうかな、ね、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。